皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。本日はですね、動画編集で役立つサイトエンバトエレメンツというサービスをご紹介したいと思います。私のタイムラプス作品でトランジションってあるじゃないですか。まあこうやってズームするやつとか、横にスライドするやつとか、あとこう回転するやつもあったね。こういうテキストですとか、もしくはこういうテキストですとか、それからこういうテキストですとか、こういう動くテキスト、モーショングラフィックスって言うんですけど、もうこういうテキストアニメーションとか、今のトランジションみたいな、まあ、それだけじゃなくて他にもいろいろなものをそのサイトから無制限でダウンロードができるというサイトになります。それじゃあエンバートエメレンツをご紹介したいと思います。行ってみましょう。私が YouTube を始めた時、タイムラプス動画の制作を始めた時っていうのは、今言ったトランジションとか、それからテキストモーションとか、そういうのは全部自力で作ってたんですよ。で、調べると出てきます。例えばズームトランジションやり方とか、あの動画編集ソフトに合わせてね、プレミアズームトランジションとか、ダヴィンチリゾルブスライドトランジションとか、そういうのを調べていくとすぐねチュートリアル動画が出てくるんですよ。でそれを見れば作ることはできるんですが、ただねやっぱね時間がかかるんですよね。そんなにまあ初心者の人がサクッとできるようなものでもないですし、やっぱその技術をつけていくにやっぱり時間がかかると。で自分自身ももうちょっとこうかっこいいのを作りたいなと思って、こう何ですか、手が込んでいくうちにだんだん難しいものになってって、サクッとそれをやるにはちょっとめんどくさくなってくるんですね。でプラスその YouTube を始めたので、やっぱり視聴者をね飽きさせないように、こういろいろなエフェクトとかグラフィックスを使って、ちょっと楽しませたいなということで、アフターエフェクスとかダヴィンチのフュージョンとかを使っていろいろこう動きを出すような効果を入れてねやってたわけですよ。なんですけども、やっぱりそれもある程度学んでできるようになってくると、やっぱ効率を優先するようになるんですね。で結果どうしたかというと、動画制作のそのテンプレートとかを販売しているサブスクリプションサービスに手を出すようになりました。その一つがエンバトエレメンツ、今日紹介するサービスだったんですね。で今回のこの動画はですね、エンバトエレメンツさんから動画制作依頼を受けて、まあ、作ってるんですけど、実はその前から自分はねユーザーだったんですよ。エンバトエレメンツを使ってる、利用してるユーザーで、すごく便利なサイトなんでね、まあ、自分の実体験、良かったところ困ったところとかを、まあ、自分の観点でご紹介したいと思うんですけども、エンバトエレメンツっていうのはですね、これ写真とか動画とか音楽とか、あとなんか資料を作る時のテンプレート、そのパワーポイントとかね、そういった素材がですねめちゃめちゃたくさんある。まあクオリティが全部高いんですけど、これがサブスクリプションサービスなんですね。契約期間内であればダウンロードに制限はなく、無制限で使い放題っていうところなんですね。料金が、月額契約、毎月毎月の更新だと33ドルアメリカドルですね。で年間契約、1年で契約すると198ドル、だから年月額になるとこれ半額になるってことなんですよね。1ヶ月あたりが16ドルぐらいになるので、まあ年額契約の方が安いというサービスになります。契約期間内に制作して、まあもう YouTube に投稿してるやつとかに関しては契約が終わっても著作権侵害にはならないっていうのが特徴みたいですね。契約期間外に新しい動画にそのトランジションなり、素材を使って、それをアップすると著作権侵害になるっていうのが注意事項のようです。でこれオーストラリアの会社だったかな、だからね、画面の表記がね全部英語なんですよね。今ウェブサービスの Google Chrome とか Safari とかで日本語に翻訳っていうのをしてくれますけど、まあ、ちょっと変なところあるじゃないですか。だから決済がねやっぱオンラインになるので、まあ、その辺ちょっと慣れない方は怖いのかなと思いますけども、検索ワードも全部英語でやることになります。まあ、そこはちょっと注意点ですかね。はい、じゃあここからエンバトエレメンツのサイトを実際に見ていきたいと思います。まずまあどういうサイトなのかっていうのを簡単にご説明しますね。まあストックビデオっていうところを見ると、このビデオが動画、いろんな動画の素材が落ちてます。
まあ、こうやってカーソルを合わせるとそれぞれの動画がこう動くので、どういうものがあるのかなっていうのがこうやって一目瞭然になります。で、横にね、これすごいんですよね。ショーストックフッテージモーショングラフィックス、モーショングラフィックスってのはあの動くやつですよね。で検索がかけれたり、あとフレームレートを選べるんだね。だからあの自分もたまにあるんですけど、こう打ち合わせでパソコン持ってって、なんかどういう動画にしましょうかって話した時に、自分の方に、まあ、素材がないじゃないですか。もちろん撮って撮影してないので、それを説明する時に、あ、どうすればいいのかなって時に、まあ、ここからダウンロードしてですね、それで即席でちょっとタイムラインに動画貼って、こうこんなイメージですってイメージだけちょっと見せたりとかすることなんですけど、その時に使ったりする。まあ私犬好きなんでドッグって言いましょうか。ドッグって言うと、ほらこの犬の素材、ワンちゃん素材がいっぱい出てきましたよ。ほらこれ見てる時も結構癒されるんですけどねあとなんだこれ、ドッグダンス 4K って犬がこういうのがあったりとか、あとこれもドッグダンスですね面白いですねこういう素材がダウンロードして自分の動画として使えると、自分の作品で使えるっていうことですね。例えばドッググリーンスクリーンリーンとかって検索すると、こうやって背景がグリーンバックで切り抜けるやつも出てくるんですよ。たまに見るじゃないですか、こういうので。このビデオテンプレートとか、ここは自分よく使いますね。こうそれぞれ、使用しているこのアフターエフェクトプレミアアップルモーション、アップルモーションっていうのはファイナルカット版のアフターエフェクトみたいなので、モーショングラフィックスができるんですけど、ファイナルカット、ダヴィンチはダヴィンチの中にフュージョンっていうのがあるから1個でモーショングラフィックスも済むんですけどね。まあこの5つのソフトに準じたテンプレートがこう落とせると、こういうタイトルだったりとか、トランジションパックっていうのがあります。で他にも音楽はね、あのなんかこうちょっと制限があって、著作権のちょっと管理がちょっと若干厳しめなんですよね。音によって自由に使えますよとか使えませんよとか、いろんな規約が結構厳しくて、音楽に関してはあんまり使ってないですね。で、まあ、グラフィックテンプレート、こういう雑誌作れますよって、本作れますよっていうテンプレートなのかな。でグラフィックス、これまあデザイナーさんとかよく使うんでしょうね。プレゼンテーションテンプレート、これ私あの今度使ってみようかなと思うんですけど、例えばこのキーノートっていう Mac でいつも使ってるんでね、こういうテンプレート使って、まあ、講演ができますよみたいな。写真自体もね、こうやってできるんですよ。例えば自分たちが好きなね、星スターって調べると出てきた、成形写真が出てきましたよ。ほらこういうのが、ダウンロードして使えるということですね。なんかちょっと悪いことするやついそうですよね。こういうのダウンロードしてきて、風景だけ貼り付けて、自分の作品ですみたいなこと。アスバルとかもあるんだ、こうやってね。天体写真なんてなかなかね、個性出すの難しいですから。でもこれなんかヒゲ出てるから反射望遠鏡のなんだろう、工事がずれてんのかなとか、なんか今思っちゃいましたけど、どうでもいいですかね。まあ、こういったものが、無制限でダウンロードできると。フォントもありますよ、はい、無制限でダウンロードできる。ウェブテンプレートもあるみたいな感じですよね。今ですね、いくつかダウンロードをしました。で、私あのプレミアとダヴィンチを使っているので、その2つを使って実際にこういうことができるんだよっていうのをお見せしたいなと思うんですけど、このサービスですね、すごく素晴らしいんですけど、動画編集ソフトってだんだんその新しくなっていくじゃないですか、バージョンアップして。でその新しくなっていくことに、どうやらその古いテンプレートとかがうまく動かないっていうことなのかな、だと思うんですけども、そういうことが出てくるみたいなんですよ。だいたいそのダウンロードすると、そのフォルダの中に解説用の動画が入ってて、まあそれ英語なんですけど、全部英語なんですけど、チュートリアル動画の通りにやるんですけど、うまくいかないって時がね結構あるんですよ。で自分が体験した一例でなりますけども、まあ同じようにですね、ちょっとそういうのにつまずいた時には、あ、こうやってやればいいんだなみたいなのを参考にしてもらえばなと思うので、今ちょっと実演してみますん で、 まずダウンロードしたらですね、自分の管理や しやすいフォルダにこう移す、コピーしておくことをおすすめしておきます。私はですね、このムービーテンプレートってやつでもう一括管理してるんですよ。でここにこうプレミアってあって、ダヴィンチリゾルブってやるんですけど、
このプレミアの中に入ってる、はい、これですね。これいっぱいありますけど、これが今まで私がダウンロードしたものになります。いや、例えばこのトランジションズ2021ってこれ開いてみると、まあ、こういう風にトランジションのこの、何ですか、データが入ってるんですけどね。このヘルプってあるんですよね、ヘルプで。このヘルプってやつをこれ見てみると、ほらインポートフォルダーっていうやつがあって、こういう風にデータを入れてくださいねということが書いてあるんですよ。まあこれの場合だと、この下のこの C ユーザーズユーザーネームアップデータローミングアドビコモンエッセンシャルグラフィックスの中に、このデータを入れてくださいというような感じで指示があるんですね。でそれ以外にもこのパスエッセンシャルグラフィックスってなんだこれ。あ、はいはい、これですね。ここに入れろっていうこのフォルダ名が入ってるんですよ。ちょっとまあどういうものなのかっていうのを説明したいと思いますね。今からそのダウンロードしたテンプレートを、動画編集ソフトで使えるようにするための手順ですね。 C のユーザーネーム、はい、私の名前ので、アップデータってあるんですけど、このアップデータが表示されない場合があるんですね。その場合はこの表示から、あ、これ Windows 11なんですよね。表示からこの表示っていうの、隠しファイルっていうやつがあります。これチェック入ってないとアップデータってこれ見えないんですよね。で、ここからローミングアドビコモン、どう、コモン、またコモンファイル、それからエッセンシャルグラフィックス、この中に入れてくださいって話なんですけど、あのこれね、エッセンシャルグラフィックスっていうフォルダがね、なんかちょっと古いのかな。でね、モーショングラフィックステンプレートっていうやつがどうやらね、これ新しいみたいなんですよ。エッセンシャルグラフィックスっていうところにこのトランジション123456っていうこのファイルを入れてプレミアを開いたら読み込まなかったんですけど、こっちのモーショングラフィックステンプレートっていう方に、これですね、トランジション123456、これ入れたら読み込めるようになりましたっていう感じで、あの取説ではこのエッセンシャルグラフィックスに入れてくださいっていう風に書いちゃったんですけど、こっちではプレミアではもう認識しないようになってて、モーショングラフィックステンプレートで認識するみたいっていう罠がありました。動画編集ソフトのプレミアの画面を今開きましたけども、右側にあるこのエッセンシャルグラフィックスっていうところがテンプレートが入ってるところなんですね。ここに直接こうやってドラッグ&ドロップしても読み込めますから、どっちでも大丈夫ですのでお試しください。で、今適当に4つ入れてみました。はい、ドーンとタイムラインに載せます。モーショングラフィックス、エッセンシャルグラフィックスに入れたテンプレートの方からいきましょうか。トランジションっていうタイトルだったんで、トランジ TRA って今検索ワード言ったらこういう風に入っててきました。あー、なんかいっぱいありますね。例えばもうこのピンク、真っピンクです。ここに入れてみましょう。ここから、ドラッグ&ドロップです。はい。これを、だからこう、真ん中とかに、ちょうどこう真ん中に置くと、場面転換で、次の場面に移るよーって、こういうふうに。まあ、こういうふうに使えます。だから、あの、MORGT だっけ？この MORGT っていうものに関しては、さっきの、モーショングラフィックステンプレートっていうフォルダに入れてもいいし、こちらのエッセンシャルグラフィックスに直接こうドラッグ&ドロップしても読み込めますよっていうことがまず一つで、こうやって入れると、これあの動きのあるテキストなので、やっぱりこうやってね、ちょっとね、重たくなるっていうか赤い表示が出るんですよ。だから、これがちょっとカクつくよっていう人とか、今みたいにすぐ止まんないみたいなことになった場合は、インからアウトっていう風に指定して、レンダリングね、インからアウトをレンダリングっていう風にすると、ここがグリーンのラインに変わります。そうするとこうスイスイと再生できるようになりますんで、だからエフェクトとか、モーショングラフィックスとか、なんかトランジションを適用した後でレンダリングをして確認するっていうような作業をしていくような感じになっていきます。で、次にトランジションやってみましょうか。さっきインストール、ダウンロードしたトランジションが、これモーション
モダントランディション4プレミアプロっていうやつなんですよ。でこれはですね、まあパターン2の方なんですけど、トランジションのパッケージって必ずこうなってるものが多いんで、これもちょっとね罠があるんで、お伝えしたいんですけども、これ Watch Video Tutorials ってこうやってちゃんとねチュートリアルがこういう風にあるんですけど、はい、解説するとプレミアプロに、プレミアのプロジェクトを入れてそれを使ってくださいっていう感じなんですけど、これがねうまくいかないことがあるんで、お見せします。ここのメディアが入ってるフォルダありますね。ここでダブルクリック、右クリックから読み込みでもいいんですけど、でさっきのダウンロードしたトランジションが入っているフォルダを、指定します。プレミア、このモダントランジションね。そうするとこいつのこのトランジションズっていうやつの中にトランジションが入ってるんですけどね、こうやってねプレミアプロジェクトがあるんです。これちょっと小さくて見づらいですけど PR っていう、そのほらプレミアの PR っていうプロジェクトですよって。でこの中にトランジション全部入ってるよと。あの解像度ごとですね 4K とかフルハイビジョンとかごとに作ってくれてるんですよ。で今私は 4K で作ってます。このウルトラ HD ですね。で作ってますんで、これを開きます。で、プロジェクト全体を読み込まれたアイテムが用のフォルダを作成で OK します。そうするとちょっと待ちます。ファイルをインポートってね。はい、出ました。こういうの出るんですよ。こういうの結構出るんですよ。これは今のプロジェクト、トランジションの入ったプロジェクトに入ってるサンプルの動画が見つかりませんって多分言ってるんですよね。で、ここに入ってたはずなんだけどねえよみたいに言ってるんですよ。指定してあげます。D ドライブに入れたよね。ムービーテンプレーツ、モダントランジションね。はい。この中にありますよってこうやって勝手に検索ってやるとほら勝手に見つけてくれた。でこれで OK します。そうするとあそこにメディア入ってるので今すり合わせするわっていう作業をやっていますので、ここでまだ少々お待ちください。ある程度動画編集ソフト慣れてる人だったらいいですけど、何も知らずにこれできたらビビるよね。え、何が起こったのってなりますよね。でそうするとここに、いっぱい並びますね。ちょっと見やすいようにこういう風に言います。うわー、すーげーいっぱいトランジション入ってますね。ちょっととんでもない膨大な量のやつをダウンロードしちゃいましたけど、これで例えばシンプルズーム使ってみましょうか。同梱されていたチュートリアル動画にやるとこのノーマルってやつを使うみたいなんですよ。でズームイン、シンプルズームイン使いますか。で、こういろいろありますよ。なんか4倍のやつとかスローとかかける2倍とかスローとかありますね。通常のズームやってみましょうか。でこれね、こうやってアイコン表示にするとこういうズームですよっていうのがありますし、ダブルクリックすればこうやってねこういうやつですよっていうのが確認できます。でチュートリアル動画ではこいつをこういう風にドラッグ&ドロップすれば使えますよって書いてあったんですけど、これね、このもとね、使えないんですよ。これ今何起こったか分かります？これ。なんか少年2人のズームがここで始まりましたけど。なんだよこれって感じですよね。でね、これ最初分かんなかったんですけど、今ね、やってこっちに出てきましたけど、こっちから貼り付ければいいんですよね。もしくは、この今、ドラッグ&ドロップしたこのこいつをこうやってダブルクリックするとこっちこうやって開くことができますね。こっちダブルクリックしてもいいし、タイムラインに置いたやつをダブルクリックしてもこう開きます。で要はこの真ん中のやつがね、この映像みたいなんですよ。で上2つがトランジションみたいなんですよね。音もついてるんで、とりあえずこれこのままこう全部選択してですね、こうやって持ってっちゃってください。こっちそうするとこうやってできますから、はい。そしてここに配置をします。お、音を忘れてしまった。配置をします。そうするとまあこういう風になるんですけど、今なんかまた少年2人が邪魔くさいですね。これ何なんでしょうねこれね。
にゃーってなんか叫んでるのとなんかムエタイ戦士この2人がこう成長しましたみたいな感じなんですかね。まあそれはいいとして、この真ん中のこの、映像が邪魔くさいのでこれを消します。そうするとちゃんと走ります。こうやってね、はい、ズームトランジションがこれでできました。こういう風にやるといいです。だから他のやつちょっとシンプルズームちょっと遅かったなってなったら他のダブルクリックしてみて、あこれちょっと早すぎるじゃん、うわめっちゃ遅いじゃんこれ、こんぐらいやってみます。でこれをこう持っていきのここに置きの削除しのっていう風にやるとこういう風ですね。まあ音は嫌だったら消せばいいですから、こういう風に使うことができますよということで、これダブルクリックしていくとこうやって上に開いてもきますから、もう役目を終えたらこれ消しちゃって大丈夫です。はい、こういう感じで使うようにしてください。はい、というわけで、トランジションとモーショングラフィックスの、プレミアバージョンでお伝えいたしました。次ダヴィンチ版いってみましょう。ダヴィンチリゾルブもそのテンプレートがね何パターンか 2,3 パターンあるんですけど、このマクロドットセッティングっていう拡張子のやつが結構使いやすいかなっていうイメージではいます。でこうやってやっぱりこうやってチュートリアル動画入ってますから、はいですね、入ってます。今とある、ダウンロードしたトランジション開きましたけども、Windows のここに入れろっていう指示がありますから、エディットトランジションズみたいな感じでね、ここにテンプレートを保存すればダヴィンチリゾルブで勝手に読み込んでくれますよっていうやつなんですけども、あのねこれスペル間違ったらちゃんと読み込まないから、はい、そこが注意ですかね。でこれに沿ってもう一回ちょっと見てみますね。プログラムファイルズブラックマジックデザインダヴィンチリゾルブの、フュージョンだっけ、フュージョンテンプレートで、このテンプレートの中に最初このエディットとかねないと思うんですよ。だからこれ作る必要あります。自分でこのエディットフォルダを作って、トランジションズフォルダを作って、ここにこうやって入れるんですね。このタイトルってやつもなかったんで私つきました。タイトルズですね。でここに保存をしたらダヴィンチリゾルブを開きます。はい、ではまたこう適当に入れましたんでタイムラインに放り込みます。はい、こういうタイムラプスがありますよという感じですね。でこれに、まずは、先ほどダウンロードしたタイトルを入れていきましょうか。タイトルっていうのが、さっき私言ったのこのグラディエントタイトルってやつですね。グラディエントタイトルってやつ、はい、でですねこれね、これも多分ダヴィンチリゾルブのバージョンアップによってこういう風になっちゃったのか分かんないんですけど、普通こういう風にやったら上にこう真ん中のこのモニターにね出てくるんですよね、映像が。でも出てこないじゃないですか。そうなんですよ。あ、たまに出てくるやつありますね、こうやってね。出てこないやつがね結構あるんですよ。出てくるやつはいいんですけど、こうやってね出てくるやつはいいんですけど出てこないやつがあるんですよ。でこれ対処方法をお伝えします。まあこれをここにこういう風に入れますよと。で通常は表示されるやつが僕真っ黒なんですね。でこの真っ黒の理由がですね、これブラックマジックデザインのサポートの方にもいろいろこう手伝ってもらって、まあ、解決策はとりあえずないんですけど、対応策としてはこのフォントを変えなきゃいけないなって、これなんか今ベバスネヌエって出るじゃないですか。これを自分の好きなフォントに変えるんですけど、ただこれちょっとダヴィンチの問題もあってテキストがねお気に入り登録ってダヴィンチできないんですよ。で私このいつも、ね、下にあるこの港の核ゴシックってやつが好きなんですけど、このテンプレートタイトルテンプレートに3箇所ね文字が使われてるんですけど、これ全部ねこれに変えなきゃいけないんですよ。こうやってねほらやっと出た、ほらほらほら出ましたね、ほらこれで見れます。あで今ちょっと赤くなってますけど、再生からレンダーキャッシュ
スマートにしとくとこれ自動的にやってくれるんでいいのかな。ユーザーは自分でこう指定してレンダーキャッシュ、まあ、さっきのレンダリングみたいなのをやるんですけど、ダヴィンチの場合はこのスマートっていうやつにしておくと勝手にパソコンがなんか負荷がかかったらそこをレンダリングしてくれる、レンダーキャッシュを作るようになるので、まあ、ユーザーにしておくといいかなと思います。これでちょっとまだ赤いですけど、ほら入れたでしょ。そうなんですよ。でこれでサイズ変更したければこっちの設定でズームってやるとこうやって大きくできます。でここのテキストは自分で変えれます。ベストカラフルタイムラプスにしておきます。タイムラプス、下はフォープロジェクトフロム池袋とかにしますか、っていうふうにやるとこれ自分の入れた文字に変えれますし、でこの文字とかの大きさも変えれますから、こうやって文字の大きさも、あちょっと池袋が出てこないちゃった、色も変えれますし、こうやって色も変えれますし、それからまあこれどのパラメーターがどれなのかっていうのはちょっといじりながらじゃないと分かんないと思うんですけど、例えばこのタイムラプスのところをね、私の名前を入れたとして、ほらはみ出るじゃないですか。そしたらまあ文字サイズを大きくしてもいいんですけど、この背景のこの青いやつをね変えたいですよね。はい、これで横幅がこうやって広げられますよ。縦幅も広げます。こういう感じで自分好みに調整していくことができます。ビョンとレンダリングされるのを待ちましょうか。これでということができるようになったわけですね。はい、で次、トランジションやっていきましょうか。さっきのその指定のフォルダにトランジションズっていうフォルダを作って、そこに、セッティングっていう、テンプレートの拡張子のものを保存しました。そうするとこのビデオントランジションっていうところに入ってます。どれだ、これはね、STQ ってやつがすごいですね。はい、こういう。こういうやつですね。こうなぞると、どんなトランジションなのかっていうのが、わかるようになってます。これを、こう、ドラッグアンドロップなんですけど、ここで注意がですね、このまま前やると、ダヴィンチリゾルブってこれ、ドラッグアンドロップできないんですよ。でね、トランジションかけるときは、前後ちょっとずつ削ります。ちょっと短くして後ろもちょっと短くするんですよ。こうやってまあのりしろ作ってやるんですね。そうするとこうやって適用できますから。はい、じゃあちょっと赤くなったんで青くなるのを調子が当てきた。おお、なんか途中で終わりますね。短いな。あ、そっか、のりしろが短いからか。じゃあもうちょっと削りましょうか。てん、プレミアだとね、こういうのないんだけどね。ダヴィンチの場合はこうやってのりしろを作んないと適用されない。あ、長くなりましたね。はい。はい、ありました。これで、おお、こういうなんか不思議なトランジションですね。変えれるのかな？あ、一応、場所を変えたりとかできるんですね。さらに加えたりもできる。ということで、ですね。で、次のこのコマにも入れてみましょうか。今なんか出てこないです、出てこないですけど、できます。あ、そうだ。のりしろまた作ってね。これ何コマ削ればいいかって確か決まってんですけど、ちょっと私今適当にやってますが。はい、これで今トランジション適用しました。はい。こういう感じのトランジションが適用できました。という感じで、作品作りをすることができます。はい、はい、いかがでしょうか。エンバートエレメンツからダウンロードしたテンプレートを使って、まあ、自分がねどういうことをやってるかっていうのをお見せしました。トランジションとかタイトルとかですね、そういうのを中心に使っているので、活用方法というところでこのエンバートエレメンツのサイトを紹介しましたが、その他にも写真素材とか動画素材とかもいろんなものが、あります。こういうですね、まあ、素材を使う機会がある
お仕事をされている方、趣味をお持ちの方はぜひご活用いただければなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。